五条悟の大好きなところで山手線ゲーム全部よし、わかった。じゃあ廃棄のおにぎりでキャッチボールしながら政教分離について語ろうぜ。動画上げて炎上しようぜ。なあのみー、なんか面白い話して。そうですから、お前に任せてよかったよ。重めってそういう意味じゃなかったんだけどな。重めの任務をいくつかこなしてもらう。ち、ここまで引っ張って普通に登場するつもり？だとしてもユージはもう大丈夫。で、指は？死んでた仲間が2月後、実は生きてましたなんて術師やっててもそうないよ。もう行こうぜ。したらいい？何もしなくていい。僕の言う通りにしろ。流れるままに。だからやるでしょ、サプライズ。はい、京都のみんなにはとある部族のお守りを。歌姫のはないよ。いらねえよ。いやいや、皆さんお揃いで。私出張で海外に行ってましたね。これからお土産を配りたいと思います。おんまたー。そして東京のみんなにはこちら。はい、京都の皆さん、これが宿儺の器、虎杖悠仁くんですよ。お、学願寺学長、個人の虎杖悠仁くんです。びっくりして死んじゃったらどうしようかと心配しましたよ。いやー、よかったよかった。再起不能の怪我を負わせることのないように。光線に呪詛師、あるいは呪霊と通じているやつがいる。だよね。僕何もしてないし。京都側の調査を歌姫に頼みたい。そういうレベルのが最近ゴロゴロ出てきてんだよね。ないない、歌姫弱いし、そんな度胸もないでしょ。おっぱっぴーの意味知ってる？え、意味あんの？こんばんは、釘崎野原です。ははははこの肉団子うまいね。いえ、遠慮します。なあなみ、お出かけしよう。あら、何も言ってないよ。いや、マジで大事な話があるんだって。激励のお言葉をいただきます。ではここで伊織歌姫先生に素直に手のひら返して認めてやりゃいいのにさ。僕もそう思ってるんだけどさ、全員家が邪魔してるくさいんだよね。それよりさっきからよく友人周りの映像を切れるね。金に変えられないんだから相変わらずの主戦度ね。知らん、歌姫に似たんでしょ。何を企んでるか知らないけど。本当かな。ぶっちゃけメイさんってどっち側？1対1か。みんなゲームに興味なさすぎじゃない？ユージじゃないんだよ。あ、ほら、いい子そうな子、いい子そうな子、前髪特徴的な、ほらほらほら、いるじゃん。あー、そう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 。あー、ほら、なんだっけ、行ってくる。え？グレートティーチャー五条の生徒たちが払ったって言いたいところだけど。ほら、おじいちゃん、散歩の時間ですよ。昼ご飯はさっき食べたでしょ。悟は学願寺学長と。実質あの帳はもう完成してる。視覚効果より術式効果を優先してあるみたいだ。いや無理。はあ、うまいな。降りたところで破りゃいい話でしょう。まなんだこの違和感。ちょっと歌姫、おじいちゃん先に行って。この帳、なるほど、五条悟の侵入を拒む代わりにその他全てのものが出入り可能な結界だ。ほら、行った行った。何が目的か知らないけど、一人でも死んだら僕らの負けだ。よほど腕が立つ呪詛師がいる。しかもこちらの情報をある程度把握してるね。
どこから行こうか。さて、となると優先すべきは格段に上がっているお前だな。こいつにはいろいろと聞かないといけない。あれも逃げがうまい。ユージのところまで距離があるな。歌姫のところにいたやつの気配が消えた。逃げの算段はついてるわけか。死なせちゃダメだよ。ほら、手当てして。挙式、少し乱暴しようか。術式順転、青。術式反転、赤。紫。ってわけにはいかないか。イエーイ、一件落着。はなーし、適当こいてるだけじゃない。自白に強い術師いないの？ほぼ間違いないかと。ちそもそもなんで呪霊や部外者が？それは生徒たちが相手にした特級呪霊のせいだと思う。ちょっと、それは僕たちが決めることじゃないでしょ。スクナの指によるユージのポテンシャル強化を危惧したのか、それとも自分たちの強化目的か。なんかしっくりこないんだよな。いろいろあったし、人も死んでるけど、どうする？続ける？交流会。そういうことだ。いやが、いや、私は確かに個人戦と。待て、里見！プレイボール！僕、ルーティーンって嫌いなんだよね。毎年この箱に勝負方法を入れて、当日開けんの。ん？え？今年は個人戦やんないよ。その心は？え？犠牲フライ？なんじゃこりゃ、新しい子。ちょっと待て！ストライク！バッターアウト！チェン！よし。めぐみが僕に稽古頼むなんて、ユージに追い越されて焦った。はい、また僕の勝ち。そんなに嫌？僕に頼るの。やってないんじゃなくて、できてないんだよ。例えばさ、この前の野球、あとは意識の問題だと思うよ。めぐみ、他の術師との連携は大事でしょ。まあね、バントが悪いって言ってんじゃないよ。野球は団体競技、それぞれに役割があるからね。でも呪術師はあくまで。死ぬ時は一人だよ。自分がアウトになっても野原の類を進めたかった？それはご立派。少し未来の強くなった自分を想像できない。君は自他を過小評価した材料でしか組み立てができない。僕が低レベルのろくでなしでお家出てって君を作ったってわけ。めぐみくんはさ、君のお父さんさ、善院っていういいとこの呪術師の家系なんだけど。俺は善院家とやらに売られたらしい。しかもそのムカつく男が善院家の剣を帳消しにして。だ、最高のカードだったんだよ。天敵援助を通してくれた。ああ、ムカつくよ。あんたのそのデリカシーのなさが特に。めぐみちゃんはこれから私と一緒にバイオリンのお稽古なのよ。気安く触らないでもらえるかしらん。泥棒猫ちゃんたち帰るわよ。めぐみちゃん、今日こそキラキラ星をマスターしてもらうわん。説明。内通者が学生ってのは考えたくないね。めんどくせえ。僕の指導者としての腕がいいのかな。歌姫の周りは何が効いてるかわからないからな。特級相当をかっこ撃破。今年の一年は豊作だね。引き続き声かけよろしく。